皆さんこんにちは、宮澤さえです。美術学校に通っていた頃にモディリアーニと出会い、親の反対を押し切って彼と共に暮らし、生涯モディリアーニと共に生きた女性です。私自身、芸術家さんがどういうインスピレーションを受けて、どういう環境で作品作りをしているのかっていうのが、昔からすごく気になっていたことの一つであったので、この作品を通して少しでもその芸術家さんがどういう環境で作品を作っているのかっていうものを知れるんじゃないかなって思ったのが、すごい楽しみだなと思って、感想としては、第一印象でそう思いました。でもそれこそコロナ禍の時は、お家で何しようと思った時に、アクリル絵の具と、キャンバスを、買って、お家でずっと絵を描いてました。自分の心に従って生きている登場人物たちの友情、そして恋愛、そして葛藤を、時を超え、現代としてたくさんの方にしっかり伝わるように丁寧に舞台を作り上げたいなと思っております。ミュージカルモンパルナスの奇跡は2024年6月に開幕です。ぜひ劇場でお待ちしております。